こんにちは、住吉たまきです。今日は私が5月に買ったものの中でお気に入りを紹介したいと思います。まず1個目はこちらです。キャンメイクのハイパースリムジェルライナーの02番のチョコレートブラウンを購入しました。とてもスリムっていうだけに本当に極細で、でとっても描きやすいです。結構回すところが固めの作りになってて、ちょっとずつ出せるのですごく折れにくいようにできてるなと思います。ジェルアイライナーなんですけど、描き心地はペンシルと同じ感じです。これね、全然落ちないんですよ。こうやって触ってもこのアイライナーは私的にはいいんじゃないかなと思います。めちゃくちゃね、描きやすいんですよ。でしかも600円で激安です。今までは1200円ぐらいのデジャブのブラウンのアイライナーを使ってたんですけど、それもペンシルタイプでとても描きやすくて良かったんですけど、そのペンシルがちょっと切れてしまったので、これを買ってみたらすごく描きやすくて、次使う時はこれにしようかなと思います。でちょっとアットマークコスメのサイトでいろいろ見てみたんですけれども、すごく硬くて描きにくいです、こんなの無理ですみたいなの書いてあったんですけど、よくよく口コミとかをいろいろ見てみると、たまになんか不良品みたいな感じで入ってて、それに当たってしまうと硬いやつがあるらしいです。そして次はこちら、メイベリンのファッションブローパレット BR3 番の明るい茶色を買いました。これはアイブロウにも使えるし、ノーズシャドウにも使えるので、とても使えるものなんじゃないかなと思います。ちょっと見えにくいかもしれないんですが、一番薄い色はこういう感じです。真ん中の色はこういう感じ、一番端の色はこういう感じです。カメラだとあんまり分かりづらいかもしれないんですけど、発色が良くてとても落ちにくいので、私のお気に入りとなりました。次はこのキャンメイクのラッシュケアエッセンスです。私は今までまつげ美容液は別のものを使っていたんですけれども、初めてこれを買いました。前買ったやつはもうちょっと高かったんですけど、まあ、これはとても安くて、口コミを見る感じだと結構眉毛じゃないやまつげが生えてきたっていう方がいたので、しばらくこれ使ってみたいと思います。ただ前使ってたやつは塗りやすい感じになってたんですけど、これはねちょっとね、塗るところがグロスみたいな感じなのがちょっと微妙かなって感じですけど、でも効果はありそうなので使ってみたいと思います。次はこのディオールのマキシマイザーです。これは誕生日に友達にもらってたんですけれども、この間開けました。ちょっと使うのがもったいないなって思っちゃってて、この間使い始めました。それでこれは夜寝る前に塗って使ってます。色は分かりにくいんですけど、ピンク色のリップグロスです。後ろにディオールって入ってて、メイクをする時の机に置いといてもすごく可愛いです。でこれは唇が荒れた時に塗るととてもぷっくりする感じになるのでいいんですけれども、ちょっと値段が3600円と毎回買うのにはちょっとお高いかなと思うので、ちょっと潤いが欲しいなっていう日の夜になるべく使うようにしてます。あとは今ちょっと私ここにつけてるんですけど、ビーゴーでこの星の形のピンを買いました。これはね290円でした。あとはウィーゴーでもう一個ハートのユニコーンのイヤリングも買いました。でこれはつけた時にだんだん時間が経ってくると痛いタイプなんですけれども、最近なんかだんだん慣れてきました。こんな感じになります。ここに調節するところがあるので、これで調節すれば結構痛みは減るんじゃないかなと思います。次は靴なんですけど、アディダスのスーパースターのスニーカーを買いました。とても履きやすいし可愛いデザインになっているので買いました。結構私ずっとヒールを履いてきたんですけど、スニーカーも最近お気に入りで、スニーカーまた買いたいなと思います。マルキューのワンスポでこのスカートを買いました。ダイキンスカートを買いました。一番のお気に入りポイントはこのここがハートになってて、でリボンがついてるとこです。なんか見た瞬間にあ可愛いと思ってそこを買いました。ピンクと水色で迷ったんですけど、でピンクもめっちゃ可愛かったんですけど、水色の方が合わせやすいかなと思って水色にしました。いっぱい履きたいと思います。というわけで今日紹介したものが私の5月に買ったものの中でお気に入りのものでした。もし今日の動画を見て気になるものがあったら、ぜひ皆さんも買ってみてください。今日も見てくれてありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。パパ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 パ